これどうなんだろうな。ドンキに当たるとジュゲームダメだ。誰ドンキ。わし。わし。これ1位取れてえな、これ。わかる、ここまで来たらみたいなとこあるよね。やべえ、結構僅差だな。マリオがすぐ後ろにいる。誰かトゲトゲ投げて、あの人に。やめて。任天堂 3DS マリオカート7。このままゴールさせてよ。やばいやばいやばい。やられた。最後の最後。対戦に勝つための駆け引き。そっち行く人もいればあっち行く人もいて。そうなんだよね。そこによって結構置いてあるアイテムが違うじゃん。それもさ、最短距離は距離だけどオフロードになっちゃってるから、タイヤが別だったらもうちょい速いのになって思う時なかった。奥深いな。深い。そう考えると任天堂 3DS マリオカート7。どっちから行くから速いのか。バレた。そっちってどっち。アイテムの使い方のコツ。ラッキーセブンかっこいいよね。全部のなんかこうアイテムが周りにこう囲まれて、あれはテンション上がるよね。取ったらあれ急になんかセレブになった感じするよね。でもあれは難しい。何が出るか分かんないでしょ。前にあるやつが使えるんじゃないの。あ、それは説明受けてなかったかな。いや俺も受けてないけど。任天堂 3DS マリオカート7。ラッキーセブン出たよ。わ、すごい。これなんか夢のような感じだった。なんだマリオカートあるある。バナナよく引っかかった俺。そうこの人。なんかさ、ジャンプ台の手前とか、そうそうカーブの横とか置いとくと絶対かかるんだあれ。一番取りやすい。なんか吸い寄せられてんじゃないの。俺ゴール前で一個誰かやったでしょあれ。やったから。上松潤にピューって越されて。任天堂 3DS マリオカート7。なんかさ吸い寄せられるんだよなああいうの。